姉子、まさか俺のことバラしてないよね。そんなヘマしないし。変装バレてたじゃん。あれは本人が来るの予想外だったし。あんたこそアバターも変えずにデジタリスに行くとか調合員としてどうなの？だってあれプライベートだし。それよりエデンズゼロの情報は俺が渡したんだ。出所が知られるとこっちもまずいんだよ。気にしすぎだし。姉子の方が諜報員としてどうなんだか。ま、おかげでジャミル